100年ぶりに我々が集められたということは、およそ YouTube 界が荒れておるのじゃろう。いかにも。やれやれ、久々に裁きを下す時が来たか。それではコメント欄裁判開廷。それでは一つ目の事件です。はい、はい、ノエリンさん、あなたの罪を白状しなさい。こんにちは、被告人のサトリです。僕は今回ポケモンのダイヤモンドパールがリメイクされるということで非常に楽しみにしていたんですけども、今回なんとリメイクが 3D ではなく 2D ということで残念だなというコメントをしたところ叩かれてしまい、ここに来ました。なるほど。弁護人の、花岡なんですけれども、つまり、3D が良かった。そうです。そうね、はい、何も悪いこと言ってないよね、裁判長。うん、被告は全く世の中の人の需要というものを分かっていない。これなぜ罪かというとですね、はい、誰がんじゃ 3D を期待してるんかっていう、その母数が実はそんないないんじゃないかっていうことを理解していない。 3D になったのって XY からなんですよ。ってことは XY、サン、ムーン、ケンタってまだ3作品しか出てないんですよね。人間って一番最初にやったポケモンに影響されるんですよ、うん、だから要は一番最初に 3D をやった人は 3D がいいんですよ。でも一番最初に 2D をやって我々からしたら 2D の方がいいんですよ。ってことはまだ 2D を最初にやった人の方が多いんですよ。ってことは 3D をそんないきなり頭ごなしにディスる。だから罪に問われてるんだ君は。いきなり技術というものは進歩するものであり、同じものにこだわってちゃいかん。これコメント見てくれ。正直わざわざリメイクやねんから今の本気の技術でやってほしいって考えは普通に理解も共感もできる。これにいいね345件ついてるじゃん。これ見ろ。大体しかも他の反対、お前のような反対意見つうのは大体100から200に対して悟り派のコメント、うん、これいいね345、うん、多数派はこっちじゃろ。でもこの裁判というのは 3D と 2D どちらが採用されるべきかという非常に大事な裁判だから、要は YouTube だけに目を向けてはいけない。世の中の人がどうかということを考えてからじゃないと彼の罪は考えられないんだ。それってデータとかあるんすか？あ、データあります。おぉデータあります。ポケモンは最近グラフィックに力を入れすぎてストーリーが面白くなくなったという意見が私の周りでは非常に散見されている。お前の周りは少ねえやろかどう考えても。それってあなたの感想ですよね。この作品読んじゃ楽しむの誰っつったら、この当時やってもう一回やりたいなって人がほとんどなわけ。だからこれは当時のままのものにする、はい、いいかね、うん、ポケモンっていうのはでもただし2次元から3次元に移行するゲームだと増田純一は言っている。いや、データあるんですか？それあります。なぜなら絶対ねえだろ。なぜなら、ポリゴンというポケモンいるだろ。おう、あれポリゴン Z っていうだろ。あれ見たらどんどんカクカクしてる。ポリゴン2めっちゃヌメヌメしてたイメージだけどね。なぜ言うたらポリゴン Z がカクカクしてるだろ。おい丸いっす。なるほど。弁護士の意見には全く信憑性がない。うん。これ出た当時は DS なんでしょ、うん、その DS 持ってる人って今ほとんどいないわけね、うん、原作やればいいじゃんって言うけど持ってないんだよ、うん、確かに。 DS3DS よりも今は絶対スイッチを持ってる人が多いわけ。そうね。だから当時のグラフィックのままでもリメイクすることには意義がある。だからこそスイッチへのリメイクっていうのは意義があるから、2次元で出すことも非常にいいっていうのを全く考えずに発言してしまった。これは本当にね、懲役15年以上または無期懲役です。重いなお前。そこまで。ははははははは。判決を言い渡します。はいや。被告人は、うん、有罪。うわ、懲役474回。あ、40年。これはポリゴン Z のポケモンナンバーです。せめてポリゴンにしてくれ。まあということだから、裁判長の意見絶対だから。それでは続いての裁判です。被告人お願いします。どうも、被告人の学田歴明です。僕は若手 TV の入れ墨タトゥー入れてる人、低学歴説という動画を見まして、
わかって TV が学歴がどれだけいいかと教えてくれる教育番組だと言っていたので、僕はそれに便乗してやっぱ学歴ない人ってアホしかおらんと言ったところ、めちゃめちゃ叩かれまして。そりゃそうじゃん。そりゃそうやろ。なんてコメントしてんのこれ。容姿ってほんまさるしかおらんからな。20前後で出来婚してアホなガキ産んで負の連鎖や。こいつこいつマジヤバいやつですよ。裁判長、こいつマジで。裁判長、これには誤解があるんです。実際もともと美容師って猿じゃないですか、歴史の過程たどると。ああ人が人と俺らで、ここで大事なのは美容師って固定してることなんですよ。だからこれコメント欄で、いや美容師以外も猿やったやろっていうの待ってました。だからそういうボケのつもりで彼はこれを言ってます。どんだけ知らんやつにすが、お前頼ってんねんツッコミ。そしてですね、20前後の歴婚の話、彼ちょっとね、遊戯王カードをやってまして、これコメントする際、これ本当はですね、デートキーの間にちっちゃい通があるんですよ。だから20枚前後のデッキでっていうのをまず書こうとしたんですよね。アホなガキってカードがあるんですよ。そんなカードを引いても、それはあるんですか、ね、そんなカード引いて、そんなカード引いても負の連鎖やっていうことが言いたかって、いやアホなガキなんてカードないやろっていうツッコミを期待したコメントなんですよ。これこれ指不自由すぎやろ。コンしてこれは本当はね、隠してって書こうとしたんですよ。これ本当は隠してって書こうとしたんですよ。だからその書き間違いの一種だということを僕は今日お伝えしたい。でもお前一つ言えるのは、お前ほんまにアホやな、お前は。僕はアホじゃない、僕はアホじゃない、アホやな、僕は、僕は低学歴じゃない。その態度が多くの人々を傷つけてるんや。分からんのかお前は。気づかんかったんかこれでも、ね、自分でコメントして編集し直すのってやっぱちょっとカッコ悪いじゃないですか。一回言ったことはやっぱ取り下げたくない。これ今何言ってるか分かります？俺が一番猿やないかいって待ってるんですよ今。お前が一番猿やないかいっていうコメント待ってるんですよ。めちゃくちゃだから彼なりのユーモアなんですよこれ全部、今やってることは全て。お前絶対友達いいやろ。絶対友達いいやろ。やばいやろお前。それでは判決を言い渡します。被告人は猿山に流罪。やっぱ本当の猿を理解できていない。猿に失礼なんだよ、そもそもお前のコメントっつうのは。これ猿以下。何言ってんの。猿の方がまだ一芸できます。はい、僕は高学歴だぞ。何言ってんの。その姿勢やね、うん、やっぱ学歴いうのね、ほんまにやめた方がいい。そういうの、ほんまにやめた方がいい。マジレスするけど。それでは続いての裁判です。被告人お願いします。被告人の関脇範明です。うん、僕は、呼び鳥さんの中学数学から始まる微分積分という、動画を見まして、うん、非常に感銘を受けました。いや匠さんやっぱすごくて、2時間で微分積分を教えられるんです。でもやっぱそれを思うと、高校の教師って大したことないんじゃないかなって思って、ちょっとコメントしたら非常に反論を食らいまして、今ここにいます。またかね。君ちょっと学だ歴役似てるね。誰ですか。学歴役似てるね。知りません。君がそうやって罪に問われてるのは、うん、高校教師をディスったからじゃないんだよ。本来ディスらなきゃいけないのはそこじゃないんだよってところで、君はね今罪に問われてるんだよ。高校教師と予備校とかの予備の匠って何が違いますかって言ったら、競争してるかしてないからね。なるほど。要は予備の匠とか予備校教師って競争に勝った上であの立ち位置にいるわけ。それは教えるの上手いに決まってるじゃん。じゃあ高校教師ってじゃあどこで競争するのって言ったら、これ公務員なわけね、高校教師って。だから競争する場がない。じゃあやる気がある先生とない先生どうできますかって言ったら、もう本人の有志になるしかないわけ。あなた数学教えてくださいって言った時の、その先生がたまたまやる気があって、時間外労働も厭わない先生だったらめちゃくちゃわかりやすいかもしれないけど、そうじゃない先生だったらそうじゃない授業でも別に OK とされてしまってる。このシステムをディスらないといけなかったわけ。なのに、君はそのシステムをディスらずに、高校教師という全ての人、やる気のある人までもディスってしまったことを今罪に問われてるわけ。なんでこの場で言うわけ。これ本当に思うんだったら教育委員会とかに行けばいいじゃん。まず一人一人向き合うってことが大事かなと思って、目に見えるところから説得していこうかなと。なるほど。この動画何再生されてるか知ってる？690万再生。690万再生されてるコメント欄が結構上位のコメントなんだよ、ね、はい、ってことは1対1じゃないんだよ実質。600何万人に見られたやり取りなわけ。ここで意見したことに問われてるわけ、罪に。
まあ、でもね、別に高校教授を批判したいんじゃなくて、うん、高校教授を出しにして、呼び名より匠を崇めたい。なるほど。それだけなの。なるほど、なるほど。それだけ。高校教師も教えている。でも分からない人がいっぱい。匠さんのすごいところは当たり前と思われることも当たり前とせずに、丁寧に説明するところにあるんだなぁ、みたいなさ、三つ尾みたいな言い方してるわけよ。なるほど、なるほど。平和主義者なのよ。確かに、あなたの言う通り、うん、ある方を褒めたい場合は、その対立ある方を批判するっていうのは、よくあるやり方なんだけど、うん、それで、頑張ってるかもしれない高校教師を批判したことってのが問題な。であれば、そのシステム自体に目を向けて実際どうするかっていうことで回答するべきだった。この発言は適当に言ったんですよ、彼は。ってことは高校教師に関しては、からしたら、冒涜以外の何者でもない。死刑です、彼。でもまあでも、ね、彼らちゃんとな、まあ、全国の数学教師を授業で見たことがあるわけじゃないから、憶測です。で、憶測って認めてるから、なるほどなるほど、だから別にさ、本気にしなくていいじゃんって発言に対して、うん、そのガチレスしなくてよくないみたいな、まあ、なるほど、何熱くなっちゃってんのみたいな感じなんですよ。生まれ態度っていうのは、俺たちが言ってんのは言葉遊び、言葉遊び、机上の空論です。机上の空論、机上の空論のね、独り言に対して、なぜそこまで突っかかると、なるほど、迷惑千万、甚だ迷惑。机上の空論だったらなおさらここに書くべきではない。机上の空論って文章で伝わりにくい。クラウドのメモとして使ってんだよね。それは罪です。クラウドのメモ、それは罪です、裁判長。だから基本的に独り言なんだと思ってほしいんよ。それを認めてしまうと、今後コメント欄というのは全て独り言だと、いや、いうことになってしまうね。まあ、そういう時もあるし、そうじゃない時もあるから。判断をしっかりつけてもらわないと。その見極めが難しいよねって話で。それを文章中で理解させられなかったっていう罪だ。お前が批判すべきは、YouTube 上では、独り言かもしれないし、そうじゃないかもしれないっていう、こう、システムを批判するべきだった。いや、でも、彼が本当にこう思ってた場合、これは間違ってるわけですよ。で、これ600万人ぐらいの人が見てんだよ、これ。ってことは、これこの誤情報を正しいとして認知してしまう可能性がある。その人はまた次の人に嘘をつく、これを正しいと思って鵜呑みにして、うん、そういうことをしてしまったら、君みたいなバカがアメーバを作って無制限食でいろんなこんなバカを作ってしまうんだ。そういう罪もあるんだ。じゃあアメーバブログならいいってこと。アメーバブログならいい。アメーバブログなら、まあ無制限食をね、認めとるからな、まだ許した。 YouTube はダメなんだ。なるほど、うん、そこまで。母判決を言い渡す。被告人は有罪。ただし情状酌量の余地あり。お、やった。でも死刑。えぇ、ー、どういうこと。どういうこと。やっぱでも匠さんを褒めてるっていうことはやっぱ評価したい。なるほど。ただ、まあ、褒めるときに他を批判する必要はなかったよねっていう。まあおっしゃる通り、それが死刑と。うん。死刑はやっぱこれをクラウド上じゃなくて YouTube に載せてしまった。これ一回やっぱジョブズに会ってクラウドについて学んだ方がいい。ジョブズ死んじゃったけどね。だから死刑。だから死刑。そういうこと。理解してしまった。なるほど。死んであってこい。実は深かった。死んであってこいと。早くジョブズに会わせてください。ジョブズでジョブズ。なるほど。ビンゴ。裁判長。裁判長。なるほど。それでは続いての裁判です。被告人お願いします。被告人のマミムメモヒコです。胸もみもみヒコ。胸もみもみヒコや。僕は花尾伝願のおなそりの動画を見ました。おお。そこで。私も見たことあるぞ、はい、私も見たことあるぞ、はい、そこでこういうコメントをしました。伝願、うん、が下ネタを言うときにちょいちょい女性陣の顔をチラ見するのが性癖なのか優しさなのかによって今後に関わってくる。なるほどなるほどなるほど。これどういうことだって伝願くん。しかもいいねが5464票も入ってるぞこれ。5000人の野郎どもが確かにそうだなと思っているということですね。これはうちの息子いつからセックスさせようかしらって。君が被告人だ今回は。違う違う違う、これを書いたこの人が被告人だ。これを書いたのは僕じゃない。だからなぜ書いたんだって言うんだ俺は。それでいいんじゃないの。
まあ、俺が被告なのか。違う、裁かれるのは彼だ。違うんだ。じゃあこれ逆に聞きたい、どういう性癖だこれ。だからなんかなんとかって言って、うん、って耳打ってそういうことだろ。そういうこと。それで俺はどういう快楽を得てる。いや、それはやが恥ずかしがって、恥ずかしがってる女性の死体をやっぱニヤニヤして、それを集めて自分のものにして、集めて集めて、集めて。なるほどなるほど。残念残念そうではない。でもやっぱ正直みんなの顔みんなちょろちらって見てんの俺。これはもう認める。これ認める。俺だから、ま、間違ってんのは女性陣のじゃなくてみんな見てる俺。ああ、みんなの。みんな、みんな言った。無差別してるかお前、さては。無差別してるやってます。これが受けてるかどうかを確認してるっていう。大喜利だろうが、なんだろうが、あれ今の俺の一言って面白くない。なるほど。何を発言するかっていう基準にしてるわけ。まあ、ただそれは、個人の感想に過ぎない。結局セクハラっていうのは、主観じゃなくて客観だから、相手がどう感じたか、つまりこの場合ノエリン裁判長がどう言うかが全てだということだ。なるほど、なるほど、そうだ。なるほど。しかし見てこれ、ベンガンの顔見ればわかる、こいつダメだ。これ42票しか入ってません。40だからこいつダメ。結構入ってないけど。42票しか入ってない。だって上の方見てみ、ズバリ性癖でしょ。700票入ってんだよ。じゃあ性癖じゃない性癖じゃねえか。性癖じゃんけん。はい、はい、意見、まあ、知り合いの意見、お知り合いあるんですけど、うん、なるほど。あの他の動画の撮影の後とかには全然そんな会話はないんですけど、こういう動画のを撮った後、なんか私の知り合い、え今日さ撮影中え電話さんめっちゃ見たか多かったっていう話になったことあります。おお。でもなるほど、他の動画で共演した時はそんな会話にはならない。それは君たちが僕を意識してるからじゃないのか。つまりこちらを見ているとき、またそちらもこちらを見ているじゃないか。そういうことです。そういうことです。まあでもどのなんかね、あの心の中でこれ言っていいんかなみたいなことを結構全部言ってんねん。でこれでも言い過ぎかなっていうのが起きたとき、マジでその場で謝ろうっていうのがあんねん俺の中で。だからノエで見て、あ笑った、まあ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 引いてるけど、まあまあまあ許容の笑いぐらいで耐えてるっていうのを見てる可能性はあるね今考えたら。でこれ結構無意識やわ。これ視聴者のためにちゃんと 言ってあげた方がいい。ちゃんと俺の心を言ってあげた方がいい。ちゃんとね、これも事実なんでしょうね。でも多分事実だよね。だってこの動画何再生です？220万再生のうちのコメント欄の5000ついてるわけだからね。5000もいいねついてるわけだから、まあ大抵の人が思ってるんでしょう。認めた。大抵の人が思ってるでしょう、はい、でも、まあ、言っては性癖ではございませんと。まあいいです、はい。そこまで判決を言い渡す。ベンガン被告は、無罪。うおー、なんと有罪やと思ってた。なんと有罪やと思ってた。逆転裁判。被告は、こういう動画の最中よく、言ったらあかんこと言っていい、そう言っているが、その時の表情がいつもキラキラしている。お私はこの笑顔を守りたい。おお裁判長殿、裁判長殿、ありがとうございます。お優しい、お優しい、ありがとうございます。この裁判長の発言次第では企画がねできなくなって演者が変わった可能性がある。つまりまあどんとこれからもやっていけということです。なるほどなるほど。ノエリンさんの寛大な御心に皆様感謝してください。あ、はい、まあ、伝言もね、決死の思いで発言してるから、うん、それはでも分かってほしい、本当にそれは分かってほしい。決死の思い、ほんまにそれマジで分かってほしい。私からもどうか分かってほしいと思います。私もやっぱりなあくまでやっぱりね、そこだけは僕も譲れない。まあ、いじってもらえるうちが花よ。うん。